こんにちは、いろどりです。今回はこちらの2つのサイズがセットになっているリースを使って壁飾りを作ります。色合いはクリスマスの商品を使って白とゴールド系で揃えました。材料を紹介します。こちらは同じものを3つずつ用意しました。白のパンパス、ゴールドのベリーとパールがセットになっているピック、そしてユーカリ、こちらの3種類3点ずつを使います。続いてこちらゴールドの星のパーツと赤いベリーを使います。土台はこちら、2種類の違うリースがセットになっているこちらのリースを使います。ベースの飾りにこちらの髪飾りを使います。後ろはバレッタの留め具がついています。こちらを飾りに使います。装飾のオーナメントはこちら、いろいろな種類が入っているこちらのモニュメントを使います。あとはこちらの茶色のリボンを最後に結びます。今回は土台を縦に並べて雪だるまのようなシルエットで使います。こちらの3種類をワンセットにして、1つを上に、2つを下の方に入れて作っていきます。土台を作ります。こちらの2つを縦でつなげます。こちらの麻紐を再利用したいので上をほどいておきます。こちらで上を結びます。飾りをつなぎ目につけたいので最初に紐に通しておきます。紐に挟みました。ここで結んでおきます。何回か結んでほどけないようにしました。少し長めに残しておいて接着剤で留めておきます。しっかりと結んだ後に接着剤で留めて取れないようにしました。こちらの土台で作っていきます。最初に上の方から入れていきます。パンパスは外して上の部分だけ使います。中心よりも
少し先端が出るぐらいの位置で止めていきます。1本目を止めたら、こちらの2本は1本目よりも少し下げて両サイドに入れます。最初に入れた1本の両サイドに入れました。最初の先端が一番長くなるように少し下げています。次にユーカリをこちらの飾りの根元から出ているような感じで入れていきます。飾りのギリギリから出ているように入れました。次はこちらのベリーをユーカリとパンパスの間に入れていきます。ユーカリとパンパスの間にベリーを入れました。次は反対側に入れていきます。最初の一本は麻紐が隠れるように入れていきます。こちらも同じく先端より少し下げて両サイドに入れます。次も同じくユーカリとベリーを入れていきます。こちらは先ほどのように終わりが決まっていないので、最初にベリーを入れてからユーカリを入れます。こちらはベリーとパールの位置が近かったので、少し高さを変えておきます。3種類が入りました。次の3本も入れていきます。ユーカリの接着している根元が隠れるように入れていきます。次の2本は側面が目立たないように入れていきます。内側は上の花材となじむように入れます。次のユーカリとベリーは
ユーカリの葉っぱを同じ方向ではなく反対側にしたいので、最初にユーカリを入れてからつなぎ目を隠すようにベリーを入れていきます。3箇所に入りました。これで主な土台ができました。最後に残りのパーツで飾り付けていきます。ベリーは一つが大きいので切り分けて使います。隙間などが目立つところを埋めていきます。ビースが完成しました。最後に麻紐にリボンを結んでいます。オーナメントについていた鈴も紐を短くして一緒に入れました。オーナメントはそのままだと接着しづらかったのでリボンをつけてから貼っています。こちらのハートは上の星に引っ掛けました。鈴はハートに引っ掛けています。今回は土台を2つつなげて雪だるまのようなビースを作りました。オーナメントがいろいろな種類あったので賑やかに作ることができました。一緒に買ってきたサンタさんを隣に並べてクリスマス気分を楽しもうと思います。それでは今回の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。